はい、おはようございます。今日ね、12月じゃないや、9月の12日、朝5時40分ですね。今日天気いいと思いますよ。今日見に行こう。ちょっとさっき見てたらね、どうしようもないサーファーたかしがオフ会やってましたね。N 国党のアンチみあの党をね、クビになったやつらみんな揃えてスーパーのオフ会だって。ムカつくんだこれ。でこれ何回ぐらいにやってんだけどさ、二兵の息子が発言してんだよ。ちょっと今やるね、聞いてください。当選するわけねえだろ、このもうサーファー。たかしは俺もたかしだけどさ、もうやめた、もう見たくない。もうサーファーたかしはさ、立花さんもたかし、俺もたかし、たかし多いね。ろくでもねえこいつは。でね、さらにサーファーのもうなんかもう恥ずかしいわ。サーファーはさ、あんま自分でサーファーって言わねえんだよ。どこの田舎に住んでんのか知らねえけどさ、山のなんかど田舎から波乗りしてに来てんじゃないの。なんかこいつゴルゴみたいだよな。ゴルゴ松本かと思ったよ。俺は今ね、波乗りはもうやってないけど、地元だったから高校の頃からね、やりだして。若い頃はずっとやってたんだけど、もう仕事の方をやっちゃってからあんまりやらなくなってね、っていうまあ感じですけど、関係ない。とにかくまあこいつ論外だけど、サーファーたかしバカか、こいつのはもう見たくないんだよ。だからもう完全に俺昔からもうなんか立花さんとかもやりだした頃からこいつなんかやりだしてね、なんか N 国党だってタイトルにして、完全なタイトルね、稼ぎ。これ当時ね、なんだっけ、当時ね200回とかそんなもんだって。まあ多くて200とかさ、多くて100とかだよ。そうだよ、俺まだ1桁2桁台ぐらいの時にさ、やたらこの N 国党で検索するとこいつが出てきてさ、かつくよ。まあでももうこいつはわざと煽ってさ、視聴回数を増やそうとしてるからみんな見ないでほしいんだけど、ただね、こいつの二兵の息子がなんか偉そうなこと言ってるんですよ。入った時は、じゃあだから NHK のことだけしかできないみたいなね、そんな党は、そんなこと言われる筋合いはないみたいなこと言ってるじゃん。ちょっと違うけど、でもそんなニュアンスでしょ。そんなことね、こいつ分かってないんだよね、来てねえから。そんなこと言ってないのはね、みんな分かるし。で、この結局だったらその時点、なんか気づいたのがもうね、気づいたのは
結構早くに気づいてたみたいなことを言ってたよ。だからなんかその全然わからないで、何もわからないで入ったんだったらさ、っていうかこいつでも本当もムカつくな。二兵だけは許してな。もう二兵だけは何とかしたいよね。いや、この画像を見たら偉そうに喋ってんだよ、腰に手さあ回してね。なんか変なこの離島軍団のオフ会だよ。3、4人だけでさ騒いでて、もっといたのかな。でももうみんなそういう立場だからね、同じことしか言わ、自分の都合のいいことしか言ってないよね。なんかいかにもあの区議のね、地元だから、中国は地元だから、地元のことをしたいってね、何がしたいだ、これ何もしてねえじゃないかな。こんなさ、でこんな強気に言っといてさ、で何もあの質問に答えないで、でこんな怖いとか言ってるわけでしょ。怖いってさ、怖いやつが議員なんかできないでしょね。議員やるんだったらそれぐらいさ、あの恐怖と戦いながらさ言えよ。もうヤクザとかにさ脅されたらこいつは何でもヘコヘコしちゃうだろう、こういうの。ほんとダメだなこれ。なんとかしないとな。これみんな見てっていうか、この音声だけでも聞いてほしい。うん、もう一回音声出すわ。これいいんだろうな、こんな別に著作権もどうも別にどうでもいいや。行くよ。じゃあみのりさん、よろしくお願いします。じゃあこのカメラに向かって熱狂で光るところに先生どうぞ語っていただければ。偉そうにさ、長い、早く言う。ニシンは中央区で生まれて中央区で育ちました。でやっぱり地方議員たるものは地元に尽くしてなんぼだと思います。そうだ。で NHK 問題別にやらないと言ったわけではありません。そうだよ。別にそれだけが NHK 問題をやることが NHK から国民を守るとか先輩特許でもありません。先輩特許だな。放棄したわけでもない。だってやってないじゃん。地元のことをやってるようなことに対してそれもそういうことはやんなくていい。やんなくていいなんて言ってねえ。合いませんでしたって。だ伝えてねえじゃねえか。伝えてやめようとしたところだって。確かにね。うるせえよこいつ。本当。ゴルゴ。ゴルゴうるせえ。ゴルゴ高志。うるせえよ。なんだお前、自分でいいんじゃねえ、決めるな自分でよ。金払えよお前、自分で決めてるよ。いやムカつくわ。再生したこと自体もムカつく。なんとかしましょうこれね。もう嫌ですよ。であれどこれ7日でしょ。で立花さんがこの前のさあの会見でまあね、ちょっと私も動画やったけども、まずはこうすごい怒ってて、実際本人来たら優しくなったじゃないですか。で動画にも出して、まあ作戦ではないし、あの人は本気で言ってんだろうな、まあ許してね、まあやるからっていうことでさ。そんな気みじんもないよこいつは。うん、こいつなんかそのコールセンターが行くの嫌なんね、やるの嫌だからお金出すって言ってきた人間だ。初めからやらなきゃいいんだよな。入んなきゃよかったでしょ。大体あの選挙演説もさ、わけのわからないさ、どっちかって言ってね、遠国党の人はね、みんなこう市民運動じゃないけどサポーターが入ったりしてこう和気あいあい的にしてるけども、なんか後援会長みたいなおっさんがさ先導機ってやってたじゃん。で旗もさ、ね、後ろにこんな、ね、やたら N 国党の、まあ、ポスターとか貼っといて
でも何にもそのことにはね触れてないよね、演説の時に N 国党のことはね。でそのなんか講演者のおっさんもさ、もう普通のよく田舎にでもさ、田舎とかでやってるようなさ、普通のあの選挙の講演会のなんかなんていうのあれ、選挙出陣式みたいな感じでねやってて、あんなのね、あのポスターとか旗とかなければただの普通の選挙事務所だよね。だからもうその時点で分かってたから言いたくなかったんでしょうね、そういうことは堂々とね。で講演者にもそんなの言うなって言われてたんじゃないの、一切触れてないよってことは、もうその時点で分かってんだから、分かってんだよ。だからもうチャラちゃんでもすぐに受かったらやめようって思ってたんだよね。割と汚ねえよな本当に。もう25でなんか女がいるとか言ってたけども、うん、こういったチンポも、あ、ダメだ、うん、ダメだ、そういうことは言っちゃダメだ本当に。これでもこれ昨日アップしたんだよ、7日だ、見たよね。あ、7日にライブやったんだ、ライブ、それを今日アップしたんだよ。そうそれで出てきたんだ。これどうすんのかね、立花さんとこう話し合うって言ってたけど、あの本当に話し合う気なんかあるのかな。ちょっとこれなんとかしないとな。いやー俺も行きてえな、ちきしょうな、もう金がねえんだよ。メル、もうほんとなんか売るもんなんか、あ、そうだそうだよ、父ちゃんがこれ海のなんていうの、これガラスのさ、こういうやつ、うちのねお父さんが、父ちゃんがさ、父ちゃんがもうかわいそうなんだけど、まあなんか昔撮ってたみたいで結構あるんですよ。でこれ売れるんじゃねえかと思って、しな、なんか海のほらガラスでね丸くなって、ガラスがお金に換えられるみたいな、何年か前にテレビでやってたような気がしてさ、それで借りてちょっともう俺も行くかな東京に。親父にまあまあ一日ぐらいやったら大丈夫だな。ちょっと皆さんね、これもし何か見てくれたら絶対あのちょっと何とかしないとダメですよ本当に。ね、よろしくお願いします。さようなら。